まあ、まず今日、平日ナイター、それにまた寒い中、今日もファン、サポーターの、方々が、まあ、6連敗している中でも、熱い応援、本当に温かい応援していただいたにもかかわらず、まあ、今日も、勝利を届けられなかったことを非常に、残念ですし、本当に申し訳ない気持ちしかありません。まあ、ゲームに関しても本当、10人になって、選手があれだけ必死になっても、まあ、まだまだやっぱ勝利っていうのは、簡単に、我々には、まだ勝ち取れないんだなっていうことを、すごく、感じました。ただ選手は本当に今日、ここで勝利をするという、気持ちを、すごく強く持って、まあ、リーグ戦では出場機会少なかった選手、または最初に出て今、サブに甘えている選手を含めて、ゲームが今日やりましたけども、選手は最後まで、何かを掴み取るためにとか、勝利のためにっていうので、タフに戦い、走って、最後まで、本当きっかけを作るっていうところを意識して、ゲームに臨んでくれて、で結果 0-0 という形で、まあ、今まで全部連敗だったのを、引き分けまで持ち込んだので、今日の1引き分けを、必ず次の、スパに、つなげたいと思いますし、つなげなければいけないというふうに、私自身は思ってますし、まあ、今日、見てた選手たちが、今日のゲームを見て、次のスパ戦もし出場するであるならば、絶対に今日の戦いを忘れないで戦ってほしいし、絶対に次は勝利という形でファンサポーターにしっかりと届けたいと思いますし、みんなでこう喜び合いたいというのをすごく今日強く感じました。本当に選手たちが今日素晴らしいゲームを繰り広げてくれて、まあ残念ですが勝ち点3というか勝利という形になりませんでしたけど、絶対に今日の引き分けが次につながるゲームになったので、それは良かったと思うので、まあ、絶対に準備して、次のエスパ戦、必ず勝利できるために全員で、やっていきたいというふうに思いました。ありがとうございました。